足首を曲げた状態で膝頭をターンの内側に寝かせるような動きを要求してます。一生懸命曲げてるんですけども、特にターンの内側の足首がやや伸びちゃってるんで、両方の膝が動いてこないです。両方の足首曲げない、特にターンの内側の足首が伸びちゃってる。そうそうそう、ちょっと腰の動きは強く出すぎて、その分ターンが大きくなってます。一応小回りでやったんだけども、腰が引けてるのが分かります。腰が引けてるのが分かります。だから思うよりエッジが噛んで立ってこないですね。足首の曲げが弱くなってきて、なかなか来ないな。いいよー、手上げてないよ。いいよ。ちょっとビデオ撮ってる時は手を上げてないです。ブレてしまうんです。また大きく来ちゃったね。